11月17日、エンターテインメント会社、2B の社長である滝沢秀明氏、41が公式 X、Twitter を更新。ファンの期待が高まるお知らせを発表し、注目を集めている。滝沢氏は11月25日19時のスケジュールを開けといてください。楽しみに。と、2B の同事務所の YouTube チャンネルのリンクとともにファンに呼びかけている。2B は10月15日に元キング&プリンスの平野翔、26、神宮寺勇太、26、岸勇太、28、で新グループ、ナンバーアンダーバーアイを結成したことが発表されているが、まだアーティスト活動は行われていない。11月15日に発売されたナンバーアンダーバーアイが表紙と裏表紙を飾る雑誌、ナイロンジャパングローバル1周4では、平野さんたちのデビューが近づいているのかも、と強く期待させるコメントを寄せていました。デビュー曲は歌だけでなくダンスパフォーマンスも含めて非常に華々しく、誰もが納得する素晴らしい一曲になることは間違いないでしょう。女性誌編集者。ナイロンのインタビューで、平野は、ちょっと、膝が、痛んできている、と話すくらい練習を重ねていて、パフォーマンス力を上げている最中、とコメント。神宮寺も、楽曲制作を、いろいろ研究しています、と話し、曲や振り付け、歌など、パフォーマンスありき、で作っていることを明かしていた。滝沢氏の告知が、ナンバーアンダーバーアイ関係の発表では、と考える声もある一方で、ファンの間では、それなら、2B ではなく、解説済みの、ナンバーアンダーバーアイの公式 YouTube チャンネルを使うはずでは、という声も多いですね。2B の公式チャンネルを使っているのだから、ナンバーアンダーバーアイ単体ではなく、会社全体に関する規模の告知だと考える人も多い。以前から噂がある全体ライブを期待する声が目立ちますね。前出の女性誌編集者。ファンの間では、2B の YouTube、ナンバーアンダーバーアイのじゃないの。ってことは、何？もしかしたら 2B 全体のコンサートかも。ですね。でも期待しちゃダメかな。2B 公式だから、ナンバーアンダーバーアイのことじゃないか。年末に 2B アーティスト全員で配信ライブやります。とかかな、などなど、ナンバーアンダーバーアイ以外も IMP、闇焼け剣44、北山博光38、そして、オーディションが行われた、というニュース以外全く情報のない新人タレントなどなど、2B のタレントが総出演するビッグイベントに期待する声が多く寄せられている。一つ聞こえてきているのが、2B が今、外部に振付師を募っているという話です。体制でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振付を当てる、振り入れ、をしますが、これが12月から開始できるように 2B が動いていると言います。平野さんを筆頭に、2B には自分たちで振り付けを行えるタレントが多く参加しているのに、外部の振り付け師が必要な理由、それは、体制のバックダンサー、もしくはキッズたちへの振り付けのためだと見られています。そして、体制のバックダンサーが必要となる状況、それはつまり、ライブ、コンサートの開催ではないかと、レコード会社関係者、一般的に、一曲の振り付けを完璧にマスターするには、1ヶ月は必要だと言われている。12月に振り入れがスタートするという話なので、逆算すると、本番は2024年頭の1、2月くらいになりますよね。そこで北山さん、三宅さん、IMP、そして、2B ジュニアも登場する 2B が旧ジャニーズや、韓国の大手プロ、ハイブジャパンなどにも負けない存在だと示す、タレント層での 2B 祭りとも言えるイベントを開くのではと、そんな話が囁かれています。12月から振り入れをするならば、
情報解禁が11月25日というのも、タイミング的に自然な気がします。ただ11月に告知をするなら、年内開催もあるのかもですね。前出のレコード会社関係者。そして、その噂のコンサートの大取りに期待されているのが、ナンバーアンダーバーアイが華々しくデビュー曲のお披露目をすることですよね。ナンバーアンダーバーアイの3人は、圧倒的な人気を誇り、多くのファンがデビューを心待ちにしている。2B の門出を飾る大切なライブだけに、彼らを外すわけにはいかないでしょう。平野さんが、ナイロンで話していたようにパフォーマンス力をより上げして、キンプリ時代を超える最高のパフォーマンスを見せてくれるのではないでしょうか。全道。平野は、9月25日にダンサーで振付師のリエハタとのコラボダンス動画をインスタグラムに投稿しているが、その腕前はキンプリ時代と比べても明らかにキレが増していた。激しいトレーニングを重ねての最高のパフォーマンスで、ナンバーアンダーバーアイは 2B ともども、世界への第一歩を踏み出すのかもしれない。ナンバーアンダーバーアイの場合、このダンスに歌声も加わるのだから、さぞ素晴らしいものになるだろう。